どうも、遠藤です。ラインオブサイトチーム、サイオニックモードのチームデスマッチやっていきます。今回ね、魔法っていうか、スキルをちょっと新しく取ってみたら、電撃のやつかなに変えてみたんでね、それ使っていこうかなと思います。スキル2個つけてんのか。電撃のやつと、なんか走るのが速くなるスキルを2つつけてますね。で、武器は相変わらずの N4 を使ってます。まあなんか安定して撃てる銃なんで、多分これが一番使いやすい。ヘッド抜いていく。おっと、右に1人いましたね。こっち2人か。いけるから。ほら、おぉ、マジか。スナイパーライフルで2人抜かれましたね。スナイパーライフルは胴体一発なのかな。まあまあいいや。左にいるけど、視認できないんで、ちょっと詰めていきましょう。一人発見やっていく。このマップは狭いマップかな。あ、結構狭いね。つかこのゲームのマップなんか狭いんだよね、全体的に。狭いのは狭い。なんか広いマップもあってね、なんかトウキビ畑みたいな広いマップがあって、そこはだだ広いんだよね。相手のリスポン地点まで来たけど誰もいないんで、ちょっと戻っていきますか。なんか赤点がちょっと、あ、いた。いましたよ。味方に倒してもらった。もう一人、死にしたんで。ん？カン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 鳴ってる。近い。後ろ？ちょっと待って。いた。やって。近くにいるような。どこだ？ん？あっちか。おー、びっくりした。そっちかよ。よし。そうだね、狭いから簡単にね、裏回られちゃうんだよね。ここにいる。マジか。あれ倒せないと思ったら別の人がカバーに入っていた。よし、これスキル。早く走って、横から回っていく。で、やって、奥にも。で、魔法を。この魔法なんだ。あれ、携帯するタイプか。全然、あ、でも誰かやってるね。なんか一人やってるね。停滞するタイプのマップか、これは。おーっと、びっくりした。突発的に出てきたやつにやられてしまった。また、移動速度アップを使って距離を詰めつつ、おっと、二人。あー、きついね。スナイパーライフルか。出てきた。全然当たってねえな、これ。よし、左かな。左のやつを出てこないか。おっと、後ろ、ちょっと待って。あ、痛い、そっちか。まずい。痛い。覗かなくても当たるんだっけ、これ。痛い、奥にもいる。二人抜いていく。いやー、狭いからな。恐ろしいんだよな。そっちか。左からも来てた気がしたけど。この電撃はね、ダメだね。なんか、あんまり使い勝手良くない気がするな。飛ばすタイプのやつの方がいいよね。やっぱあのメテオがやっぱ使いやすいですね。もっと後ろから音が。いた。あいつをなかなか倒せねえ。アシストになっちゃった。一人やって。うおっと、味方の隕石だな、これは。味方の隕石だな。びっくりした。おっと、目の前の敵。倒せないの。さあ、どうしよう。左行くか。おっと、二人やられて、奥にいるね。あいつを、取り合って。あ、奥にいる。もう、奥にいる。きついかな、あれは。グレーを投げて。あー、ダメか。分かってたけど、ダメだったか。よし。ん？いないか。この奥。いない。あ、全部あっち側かな、みんな。みんなあっち側にいるのかな。あ、スナイパーライフル撃ってますね。この右かな？あれ、いない。もっと全然敵がいないぞ。詰められてる？もしかして。ちょっと戻ってみようか。ここいるんでね、ほらいるでしょ。
後ろから狙っていく。ダブルキル。で、あ、そっちか。危ねえ、危ねえ。この上ね、この上いるんだよね。もういないか。よし、キル。一人キルして、もう一人。やばい、やばい、やばい。おお、ハンドガン弱え。ハンドガンこのゲーム弱いんだよな。あ、ダメだ、やられちゃった。なんかね、ハンドガンの威力はすごい低い気がする。でも当ててないだけかもしれないけど。いましたね。まあ、奥に一人いたぞ。よし。よし、やっていく。まだいる。よし。二人抜き。よし。で、魔法を打って。ダメだな、やっぱこの魔法。この、なんなんだよ、あれ。あ、魔法を打ってる。お、なんか倒した。え、なに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 、あ。魔法で誰か倒したとか、よくわかんねえんだよな、あの、条件が。よし、ヘッドショットして。つうか、あれだね、負けてるね。ついな、もうちょっと飛ばしていかないとダメか。突っ込んで撃つか。あー、いないな。こっちにはいないな。なんかあの、なんだあの黄色い液は。黄色い煙はなんだ。あー、やられた。やられてしまった。なんかね、この、走るスキルも使っちゃうとね、スキルポイントが3つぐらい減るんでね、どっちに回すか考えなきゃいけないんだよね。魔法、なんか電撃打つか、足速くするか。あれ今いなかった方に。いたいたいた、うわー、びっくりした。ちょっとね、他のゲームと感覚が違うからね、近距離のエイムがめちゃくちゃ合わせにくい。グレを突っ込んで、横から詰めていく。うわ、ダメだ。降りてきたか。ちょっと厳しくなってきたなぁ。おっと、硬えなぁ。やっぱ同打ちだとあんまり知らないかなぁ。で、もう一回。これね、これ何の意味なの。多分範囲攻撃だよね。近くにいるやつを倒すみたいな感じでしょうね。おっと、降りてきた。マジ？おー、魔法じゃん、これ。すげえ。炎の魔法食らった。いや、真ん中詰めて。今、左にいたよな。あ、倒してくれた。じゃあいいや。奥にいる。やばい。遠い。あれ、ちょっと遠いかな。うわー、無理だ。ハンドガン弱い。アシスト入った。よっしゃ。いいね。いいね。降りてきたやつをやって。まだいるでしょ。おっと、どこ？そこ。あー。むしろだったか。味方結構やられてるね。こっちやばいんじゃないの？走って。よし。あー、ダメか。まだなかなかね、共同、このね、反動に慣れてないんで、振ろうとすると全然当たんないんだよね。なんかこれ当たってんだかわかんないよね。もう、エフェクトが激しいから、なんかよくわかんないことなんだよな。もうちょっと落ち着いたエフェクトにしてもらえると、助かるんだけど。左か。痛い。よし。やっていく。ダブルキル。おっと、わかんない。ほら、これ。どうなってんだかわかんないんで、エフェクトが。あー、多分あれワープしたな、今の。ワープして。視界外から攻撃してきた。おっと、奥に今いたね。いるよ、奥に。一人キルして。まだ、真ん中まだいるね。おっと、この右か。世話しない。いやー、きついなー。そう、もうこれはちょっと挽回できる感じではないなー。もう一人いたよね、今。もう一人。いた。ほら。見えねえんだよ、もう。撃ってる最中のエフェクトが激しくて。敵の位置がわからん。あ、いた。左にいるよね。
いや、真ん中詰めるか。真ん中詰めて、上から左を見ていく。いない。ってやれば、そのまま詰めて。あー、ちょっとこれいるな。結構いるな。いた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 。おーっと。おー、なんだなんだ、ここにいる。めっちゃ入られてるでしょ、これ。もう一人、いるでしょ。スナイパー。スナイパーですね。上にグレーを投げて。いない。まあ、ワープできるんだよな、確か、あいつ。おーし、いたいたいた。おーっと。なんてタイミングがあれですか、グレーで死んだし、今のやつ。中央、中央いるね。中央2人いる、2人いる。あー、きついな。ダメだな。ちょっとね、リコイル制御は難しいっすね、このゲームの。まあ、慣れてないだけだと思うんだけど。で、電撃を出して、右から降りていく。いるね。いますね。おーっと、撃てた。つか、電撃、今回の電撃、ま、誰一人倒せなかったな。バチバチいってるけど。おー、ダメか。ハンドガンだ。あー、負けちゃったかー。そういうことでね、電撃使ってやってみたんですけどね、なんか微妙ですね、あれは。あんまり強くないかな。絶対隕石の方が強いような気がするけど、でも、まあ、使いようだな。隕石はやっぱ、遠く離れたね、スナイパーやったりとか、グレネード投げる感覚でね、遠距離の敵を倒すのに使って。電撃は、そうだな、裏とか取られたくないところに設置しておいて、敵の侵入阻むみたいな使い方になるんですかね。というわけでね、今日はこんな感じで以上です。